デウォン・コルテズ・ブラゼルトンは、アメリカの元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。15歳の時に、膝の手術とトミー・ジョン手術を経験した。ミドル・テネシー州立大学入学後、同大学の脱三振と勝利数の記録を塗り替えた。2001年のドラフトで、タンパベイ・デビル・レイズに1位指名され入団。2002年9月13日にメジャーデビュー。2004年、トニー・コニグリアロ賞を受賞。 2005年の開幕投手を務めるも続く登板で、結果は残せず、トリプル A ダーラムブルズへの降格を決定されるが、その後しばらくサスペンディドリストに登録され結局、決定の約2週間後にダーラムに着いた。その後 AA に降格するも、約3週間後にはメジャー復帰。この処置は、ファンやチームの間で、若干の論議を巻き起こした。スチュワート・スターンベルグが、 主オーナーの座に就いた後、第102期、ウィンターミーティング途中に、サン・ルイシュ、ショーン・バローズとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍。2006年のスプリングトレーニングでは、5度の先発で1勝1敗、防御率1.77と目を見張る成績を残し、パドレスの4人のローテーションの、ジェイク・ピー・ビー、クリス・ヤング、ショーン・エステスに次ぐ4番目に食い込んだ。 しかし最初の2度の先発機会は合わせて6回1、3、17本のアンダーを浴び失点17と惨憺たる結果に終わった。その後はピンポイントの役に回り、3月3日から4月19日の間で11回1、3、防御率2.31と活躍するも5月11日のミルウォーキーブルワーズ戦の8回。 8対0でリードした場面で、ジェイク・ピービーに代わって、マウンドに登ると、一つのアウトを奪うこともできず、被安打3、死球1、失点4。翌日トリプル A へ降格した。その後は、メジャーリーグに昇格していない。2006年12月5日にカンザスシティロイヤルズと、マイナーリーグ契約を結んだが、翌2007年の4月27日に解雇された。 ついで2007年5月31日にピッツバーグパイレッツとマイナーリーグ契約を結んだが10月29日に解雇されたその後11月29日にセントルイスカージナルスとマイナーリーグ契約を結んだが翌2008年の春季トレーニングの途中で解雇された2009年はアトランティックリーグのカムデンリバーシャークスでプレーした2010年は アメリカンアソシエーションのカンザスシティ・ティボーンズと4月13日に契約を結んだが8月24日に解雇された。これ以降はプレイしていない。ありがとうございます。